11月3日、東三河ドローンリバー構想推進協議会による実証実験が行われました。東三河ドローンリバー構想推進協議会は、ドローンなどの新産業を通して、地域の活性化や課題の解決を推進しようと設立された官民連携の協議会です。今回企画されたのは、協議会の災害対応研究会と物流研究会の連携によるドローンの実証実験。前半に災害時の状況把握、後半に物流オペレーションが行われました。災害時の状況把握は30年以内に高い確率で来るとされる南海トラフ地震が起きたという想定で実施します。ドローンが空に飛び立つと、上空からの映像がモニターに映し出されました。この映像を使って、被害状況の把握や高台までの安全な避難経路などを確認します。訓練でポイントとなるのは、民間企業からのドローン映像の伝達を想定しているところです。災害時には関係団体や民間企業などのドローン映像を防災センターに集約することで、市の災害対策本部は迅速な対応を取ることができます。また現場に入る前に状況が把握できれば、安全性の向上にもつながります。こうしたメリットを生かしていこうと、現場では細やかな工程や行動の確認がされました。続いて物流の実証では、地元のものづくり企業が連携して開発・製造したドローンポートを使用します。これはドローンが自動で活用される未来を想定して、安全に離発着する場所として作られました。この他にもオリジナルの輸送ケースなどを使用して、近くの高台と荷物のやり取りをしました。当日は管理者やオペレーターが3台のドローンを使った複雑なやり取りに挑戦。結果、スムーズな動きで当日注文したマスクも届けられました。こうした様々な実証実験を通して、実用化は着実に前進しているようです。ひなりマスク、確かに到着いたしました。ありがとうございます。ひなりマスクが無事竹本市長に到着、災害対応と、物流、そして、作業省力化という3つの、分科会で活動してますけれども、それぞれの分科会でこういった実証実験をですね、一つ一つ重ねながら、近い将来ですね、たくさんのドローンが空を飛び交ってですね、地域の役に立つような一つの、道具になっていくといいななんて、そんな夢を感じながら、でも夢が現実に近づいてるなってことを感じてますので、地元の皆さんと一緒に頑張りながら、やっていきたいなと思います。